はいどうも、ケイキングです。今日はですね、テリーのワンダーランド SP やっていこうと思うんですが、今日は卵ガチャやね、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、ちょうどね、今じゃないかなと思うんですが、お、来たね。OK。金です。金。今回は金3連。さあ、頼むよ。頑張って。こいつさ、ほんと、虹あるじゃないですか。虹からも出てきたんですよ、この前。ガーマテウス？ちょっと勘弁してよ、ほんとに。これ12時間かかるからね、金も。震える運命の大きな卵。ちょ、頼むぞ、マジで。ちょっと待って。ですね。今のところ、ワタボーとか、まあ、ワルボーとかいるじゃないですか。その辺も持ってないですし、まあ、もちろんトーポとかも持ってないんですよ。で、犬系ね。スペリオとかもね、持ってないので、まあ、その辺がね、もうどうしても欲しいんよ。で、この、金でもね、まあ、いろいろ狙ってるんですよ。まあ、S じゃない。まあ、虹しかね、出てこないのもいるので、今回はちょっと金で、まあ、出てくる、まあ、限定のやつね。卵限定のやつをちょっと狙いたいなっていう感じで。まあ、今金終わってる。その前はね、ずっと虹終わってたんですよ。いやー、頼むぞ。さあ、3つ目。お！いいね！これはね、当たりです。キングモーモンね、探してる方、多いとね、思うんですが、まあ、自分もね、キングモンなかなか見つからなかったんですよ。で、まあ、ずっとね、探してたんですが、まあ、その素材に使えますね。まあ、これだけじゃダメなんですけどね、もう一つね、いるんですよ。卵から割らないというかのが、キコってやつがね。そいつも手に入れないというかので、まあ、で、これは嬉しいね、でも。あ、よかった。まあ、三つのうち一つ当たりがあれば、まあ、いいですよね。まあ、今持ってるのはこんな感じですね。まあ、虹割ってもいいですし、まあ、とりあえずちょっと金をね、割っていこうかなと思います。震える魂の硬い卵。まあ、持ってるスキルとかでね、結構レアなやつ持ってたりもしますんで、まあ、さっきさ、おい、ガマデウスか。見ときゃよかったね、スキルね。見えざる神々の卵？大チャンスじゃねえか、これは。どれやったかな、金は。ちょっと覚えてないですよね、自分が。どの卵からどれが出てきたってね。まあ、とりあえず金と銀終わるって感じでね。この辺はちょっと忘れちゃいましたね。昔は経験値を稼いでね、孵化させるって感じだったので、あなたれし運命の大きな卵。なんか運命とかつくとね、ちょっと期待できる感じはするんやけどね。よし、とりあえずこれで OK で、まあ、ちょっと見てみましょうかね。さっきのスキルを見てなかったんでね。はい、こんな感じですね。まあ一応くくりね、特性はこんな感じ、耐性はこんな感じですね。まあ、昔の、まあ、そう、対戦の話で言うとね、まあ、使ってる方はほとんどいなかったです。守備力アップ SP。まあ、こんな感じで、ちょっとね、レアなスキルを持ってたりはするので、うん。で、ビビットはこんな感じね。炎ブレスガード持ってて、吹雪ブレスガードも持ってると。使いやすいですよね、スキルね。はい、こんな感じになってます。で、デスフラッター。まあ、デスフラッターはいいですかね。スキルはこんな感じね。あれですね。ポンポコ兄貴とか、あと少年レオソード、その辺も狙わないといけないですよね。ちょっとそれもやっていかないかな。まあ、こればっかりは運ですからね。なんとも言えないですね。はい、ガマデウスですね。いやー、ガマデウス最近当たるわ。こいつマジで当たる。
まあ、卵ガチャの結果、こんな感じですね。今、モンスターコンプリートなんですが、80% 超えました。81.2%。ということで、まあ、そこそこ増えてきましたかね。で、まあ、これからはですね、まあ、何やるかというと、まあ、スペディオが当たれば、一気にね、キングスペディオとか、まあ、作れるんですよ。で、そこで一気にね、図鑑埋まるんですが、で、そこから先進んでいけるんですよね。で、まあ、それが当たるのを、まあ、待つって感じですかね、今は。なので、ここからはね、まあ、卵ガチャしつつ、まあ、モンスターの育成ですかね、ちょっとパーティーをね、そろそろしっかり作っていこうかなと思ってるんですよね。まあ、勝ち抜きの動画ね、まあ、いくつかあげたんですが、勝ち抜きとか、あとは、まあ、通信対戦はね、まあ、手動で動かすとね、使える作戦とかっていろいろあったりするんですよね。なんで、まあ、AI 用のパーティーを作って、視聴者の方とね、まあ、対戦っていうのも面白いんじゃないかなとはちょっと思ってるんですけどね。生放送とかしてね。うん、まあ、ちょっとその辺はね、考え中です。でですね、ライブラリーでモンスター。まあ、この辺は、いいですかね。まあ、関係ないよね。ランク順の方がいいよね。ランクで言うと、上から言うとね、上から行くとこんな感じです。まあ、全然埋まってないですね、この辺は。黄金鏡もありますよね。まだ自分4つかな、今、解放されてるんですが。なので、まあ、その辺やね、進めていってっていうので、増えてくるんじゃないかなと思います。まあ、ホメロスとかも出てくるんでしたっけ？なんかそんな話もね、聞いたんですが。はい、こんな感じね。あー、トーポね、ここ見えてるんですけどね、628番。トーポとかも欲しいよね。で、とりあえず作れる、まあ、下の方あるじゃないですか、ランクのね。まあ、そっちを、まあ、かなり埋めたって感じかな。まあ、パーティーはですね、今からいろいろね、作りたいのあるんですよ。まあ、アンカーナックル。やっぱアンカーナックル、楽しいじゃないですか。まあ、イルルカみたいに4枠じゃないんでね。4枠のアンカーナックル、ほんと楽しかったよね。あと、捨て身ね。アスラゾーマとかでさ、捨て身でバババババーンって削ってね。あれも面白かったよね。まあまあ、新竜王とかね。かっこよかったですよね。波動拳みたいにしてね、新竜王ね。うおーっつって溜めて。懐かしいな。その辺とかね。いや、だってね、まあ今これテリーやってるじゃないですか。テリーやってるんですが、まあ、イルルカもね、自分かなりやったんですよ。なんで、まあ、イルルカ、ちょっと出るか分かんないですけどね。もう出たらね、もう速攻やります。イルルカは。もうそして通信対戦をしたいね。で、俺セバスチャンいるじゃないですか。なんか今日雑談みたいになってきたんですが、セバスチャンをね、3枠にして遊んでたんですよ。デカバスチャンにして。でがね、面白くてしょうがなかったね。いや、そんなんでね、またちょっとね、まあ今ちょっと、これね、テリー、いいね、ちょっとイルルカやったことない人にはね、何のことか分かんないかもしれないんですが、1枠のモンスターをね、3枠にできるんですよ。まあ3枠とかにできるんですよ。それがね、まあいろんなモンスターをね、こう、ギガモンスターにしてね、お、こいつかよっていうのがね、結構あるんですが、それがね、面白かった。神聖背後やね。イルルカね。そう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 。これ究極背後じゃないですか、テリーはね。いやー、またね、その辺もしたいよね。たまにごちゃごちゃになってるんですよね。ステルスアタックとかさ、大義じゃないですか。あれ、ジョーカー3やったっけ ?3 からかな大義じゃなくなるんですよ。なんで、白い木でね、あ、白い木じゃない。白い木ってね、白い霧。白い霧でね、封じれなくなったりとかするんですよね。そんなのもあるんでね、ちょっとね、ごちゃごちゃになっとるな。ずっと全部ね、シリーズやってきたんで。はい。まあまあ、こんな感じね。とりあえず。ちょっとどこまで見せたか忘れたけど。まあ、S はこんな感じで。まあ、A もね、まだ埋まってないのあるね。あ、まあ、卵のやつもありますしね。まあ、モンスターコンプリートはね、まあ、こっからは、ほんとちょこちょこ上げていく感じですかね。うん、もうそんな感じだね。ワタボーとかワルボーとかうまくね、入手できればいいかなって感じやね。で、邪神、あ、邪神レオソード。あ、今からね、いろいろちょっとね、モンスターね、作っていこうと思ってるんですが、まあ一応今ですね、このスラニーシルバー。まあ一回動画でね、
話したんですが、スラニシルバーを今ね完成させようということで、まあ今作ってます。まあ結構ねいい感じに来てますこれね。もうスキルもそろそろまあ厳選できる感じで、まあ元々の体勢はねこんなんなんですよ。違う、こっちか。まあ眠りとかが半減なんですが、まあこれで今ね眠り無効にこれなってるんですが、まあ催眠つけてね、まあしっかり眠りとかを無効にしてって感じでやってます。あとですね、相方はね、ゴールド。スラニンゴールドね。こいつ。ゴールドとシルバーの昔から使ってるんでね、このゴールドシルバーコンビと、まあ、やっぱり作りたいのはリバースパーティー、リバパー。まあ、リバパー強いんですよね。もう手動だったらもうほんと強いわ、リバースパーティーが。チェインもあったけどね。チェインね。チェインもあったよね。スモボが流行ったのはイルルカからやったかな。テリーだとそんなには流行ってないよね、スモボパーティーはね。まあそんな感じでいろいろちょっとね作っていこうかなと思います。まあまたね完成したら、まあ勝ち抜きか牧場のフリーバトルかその辺でね、お見せできたらなと思ってます。はい、ちょっと雑なメインになっちゃったんですが、今回ねこれで終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。